今回は50分歩く相当の筋肉を使うことがたったの1分でできるサイドヤジロベーを紹介していきます。今回のエクササイズを行うことで下半身の強化、ヒップアップ、足の裏の使い方、姿勢の改善、たったの1分で様々な効果が得られます。バランス取るだけです。歩いてもなかなか痩せないな、効率的なエクササイズないかな、そういった方におすすめなメニューになってますので一緒に頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、サイドヤジロベーを紹介していきます。簡単に言うとボーリングの球を投げるようなポーズをとってバランスをとっていきます。長い時間歩いてもですね、なかなか筋肉実は鍛えられてないんです。片足立ちになってバランス取るだけで、実は片足に3倍の負荷がかかっていると言われてます。自宅で簡単に短い時間で効くエクササイズないのかな、辛いのは苦手だ、そういった方におすすめなメニューです。動画を見ながら各足1本ずつバランス取るだけです。一緒にやってみてください。それでは紹介します。はい、ヤジロベーというと片足でバランスを取るエクササイズなんですけども、今回は歩く際に使われる中殿筋、小殿筋をしっかり鍛えることができます。そして太ももの前、内側、外側、後ろ側、さまざまな方向から下半身を強化できますので代謝のアップができます。そして股関節周りをしっかり鍛えることによって体の動きが速くなります。動く際に必ず股関節の周りを支点に体を動かしています。しゃがむとき、歩くとき、走るとき、座るとき、全部この辺の筋肉を使ってるんです。今回この辺の筋肉をしっかり使うことで体がテキパキ動くようになります。そうなると日常的な消費カロリーが上がって痩せることにつながります。頑張っていきましょう。やり方は簡単です。片足を軸にして上げてる足を横に持っていきます。で戻る、横に持っていく、戻る。できれば戻った時は太ももを90度まで持ち上げてください。ここから横に持っていく、で戻す、といった動きをしてます。バランス崩れたら足ついてもいいです。また片足上げて頑張ってください。それでは1分間頑張っていきましょう。いきます、スタート。手はね、自由に使ってください。バランスがね、すごくいります。膝痛い方はあんまり無理しないでください。痛くない方はね、しっかり低くなってください。低く、うわっ、きつい。これすごくね、しっかり体重が乗っているのと、片足のスクワットと同じ効果もあります。しっかりお尻を出すことで弱っているお尻の周りの筋肉が鍛えられます。しっかり、ね、足上げることで浮かしてる足の股関節も周りが鍛えられます。長い、効いてきてる。あと少しです。よーし、 OK。 さあ反対、結構効いてますね、足全体に。これ正直30分ぐらい走ったぐらい効いてるな、これ。それでは反対いきます、スタート。これがね、反対にした時にね、一気に難しくなりますよね。やっぱり片足ずっと動かしてて、いきなりこっちはゼロからですからね、すごい難しさを感じますね。片方ね、やりにくい方あるよっていう人多いと思いますが、足の裏も重心が上手な方と下手くそな方があるんで、両方ね、しっかり同じように使うことで体のバランスや姿勢などが改善されていきます。きつい、きついな、これ。お尻とかふくらはぎも効いてんな、これ。よーし、 OK。 あちこち痛い。
いやー、2分間、長かったですね。片足でずっとスクワットしてるようなもんですからね。結構辛かったと思います。まあしかしですね、歩いてもあまりお尻の筋肉、太ももの筋肉使われてないです。ただこういったエクササイズを行っていくことで、股関節周りの筋肉がしっかり鍛えられると、歩くスピードが速くなったり、歩く歩幅が広くなって、足首でペタペタ歩くんではなくって、しっかり太ももとお尻を使って歩くという習慣が身についてきます。そうなると、同じように歩いてもしっかり効果的に筋肉使われやすくなりますんで、ダイエットのために歩こうかなって思ってる方も、まずこういったエクササイズで歩く筋肉というのを身につけてもらって効果的に歩いてもらえたらと思います。頑張ってやったよ、バランス取れたよ、2回足ついたよ、そういったことをね、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。